今日は2月20日土曜日ですね。あいにくの雨です。でも物置の材料をですね、買い出しに雨の中行ってきました。板と柱っていうんですかね、ポリカの波板を買ってきたんですけど、雨にかなり濡れちゃってます。今日買ってきた板でですね、このなんていうんですかね、たるき横の材料がないんで、それをやろうかと思ってます。雨なんで、これ見てください、これ。ここ、完全に水たまりになってますね。なぜかというと、この勾配のついたポリカのところからですね、雨水が溜まっちゃうわけですね、これね。なんかここに、怪しい人がいますけど、スターウォーズに出てくるなんか化け物みたいな、誰だ君は、うん、誰なんだ一体、うん、誰なんだ後ろ向いてこんな感じですからね。さあ荷物下ろそうぜ。夜になりました。激しい雨が降ってます。ちょっと物置が心配なんで見に来ましたけど、この雨の音聞こえますでしょうか。すごいね。ちょっと上天井、雨は全然持ってないんですけど、音が響いちゃう。ポリカ張ってあるだけなんで、雨の音がかなりすごいです。この怖い顔を見てください。下から照らしてみて。ほら。こっち見てみ、こっち。どれ。こっかな。水たまりができてる。これ雨水が上から、そっから斜めになってるところにポタポタ垂れるんで、ここはやっぱりかなり濡れてますね。まだこの前面やってないんで、雨に打たれてますね。やばいな。ちょっとライト貸して。床板は濡れてないんだよ。床板っていうかここら辺が。ここの方は濡れてないよね。ここ濡れたらまずいでしょ。どうぞ。あ、でも濡れてる。ここまで水流れてる。水流れてきてるよね。床板を外すとですね、もう下はすぐ地面ですから、置いてあるだけなんで。今日この買ってきた板ですね、これ6本セット、杉角材、長さが3m50ぐらいあるのかな。何やってるの、うん、ここにぶら下げてたですね、光はお母さんが中に入れろって言うんで、中入れてきました。さっき代わりにこの電池式のやつを今トラックにぶら下げましたけど、外側から見るとこんな感じですね。暗いね。かなり暗いね。これ今ビデオで明るく撮れてるけど、今まで吊るさげてたやつに比べるとかなり暗いよね。今日はですね、作業全くできませんでした。とりあえず材料買いに行って、それでもう帰ってきたら3時過ぎてたんで、雨も降ってるし作業やめてしまいました。以上、雨の中のレポートでした。なんか言えよ。じゃあね。え？じゃあねって言ってますけど、終わりです。